大街道2丁目のコーヒー&ギャラリー花壇で片山博美ワイヤークロッシェ展が開かれています。片山さんは17年前に PTA のビーズ教室に参加したことをきっかけに作品作りにはまり、ここ松山でワイヤークロッシェの創作活動を行っています。創作しているうちに七宝焼きと出会い、独自の発想でコラボレーションした作品は賞を受賞。現在自宅に窯を置き、ガラスが溶けすぎないようシビアな温度調整をしながら七宝焼きを制作しているそうです。会場には受賞した作品や新作のアクセサリーなどおよそ200点、そして娘の夏希さんが制作した油彩画5点とともに並んでいます。編み物は好きだったんですけれども、このワイヤークロッシェっていうのはワイヤーをかぎ針で編んでいくんですね。でそのワイヤーを編むっていうことで、こう毛糸にはない立体感ですかね、そういったものをとか、あの輝きっていうものですかね、そういうのを発見することでまたどんどん広がっていき、でまたそのワイヤーに合わせるビーズとか輝きのあるスワロフスキーとかにハマっていったんですけど、そこからまた発展して今度あの七宝焼きというものを知りまして、でそのワイヤークロッシェに七宝焼きを合わせてみたらどうかなっていうところで、そこでもっとぐんと世界が広がって、あの日光の方にも発表することになりまして、いろんなものとのコラボっていうんですかね、愛媛県産のものとのコラボとか、七宝焼きの方ももっと深めていきたいですし、そういったものをいろいろ考えてる最中です。はい、県民文化会館の別館の方で月1回させていただいてます。少人数ですので、その人その人で皆さんやってる作ってるものが違うんですよね。自分の娘さんの結婚用ウェディング用のドレスに合わせたいっていう方までいろんな方がおられます。今回なんか娘さんの作品を展示しているということなんですけど。はい、そうなんです。もうずっとあの発表する機会がなくっても自宅でずっと眠ってた作品なんですけど、今回せっかくなので一緒に出させていただいてます。ワイヤーをかぎ針で編むっていう作品について、あの皆さんに見ていただきたいですし、結構あの夏向きの作品が多いので、アレルギー対策のワイヤーでもありますので、ぜひあの見に来ていただいて手に取ってみていただけたらと思います。片山さん親子の作品が会場を彩り、コーヒーの香りとともに楽しめる作品展、片山博美ワイヤークロッシェ展は7月14日までコーヒー&ギャラリー花壇で開かれています。